龍が如く8、前回の続きからプレイしていきましょう。第5地区に入った後からですね。あ、これボス戦かなあ。かなり来た気がするな。この地下、こんなに広かったのか。まだ先は見えないね。でもライオンのためにも急がないと。ああ行こうぜ。あ、でもここで回復とかが置いてない。準備はできてるぜ。私の出番ね。はい、行きますよ。デビルファイヤー結構あれなんだな。基本的に電気なんだね、このジョブって。ちょっとファウンドでガード崩しとこう。はい、これが俺の真骨頂や。おげい。なんかある。もう極み系ばっかりになってきたな。もう終盤なんだね。まあ終盤だろうよ。はい、どうもこんにちは。私の出番ね。結構範囲がな、難しいんだよな。難しいな。はい、はい、おげ。行きますよ。デビルファイヤー使いたいんだけど、バーボンストライク、ちょっと見てみるか。そのままバーボンストライクだな。はい、はい、オッケー。調子が出てきたな。やっとこいつも倒しとこう。はい、残り一人。よし、いった。はい、よし、私の番。はい、はい、オリン。鍛錬の成果、さらにお役に立ちましょう。ダイナマイトフィーバー。なんか全体的に物騒だな。謎の階層、そんなもの食べて回復しようとする。あ、エリー。奥から海の音がする。いよいよ船着き場かもしれねえ。ボス戦だ。ラニーいたな。さあお嬢ちゃん、お船に乗ってネレ島まで旅行だよ。ラニー、カスガ、ここまでたどり着くとは大したものだよ、カスガ。来て早々申し訳ないが、今来た道をおとなしく引き返してもらおう。さもなければこのお嬢ちゃんがどうなるかわかるよな。そいつはあんたにとっても都合が悪いんじゃねえか。きっとあんたが教祖様から受けた命令はラニを生きたままネレ島に連れてこいだったはずだ。エイちゃんもラニを本気で殺すつもりがなかったからな。図星だろ。ブライスの言いつけを守れなきゃ粛清されるぜ。お前はあいつの手駒に過ぎねえからよ。愚かな連中だ。覚えておけ。私に非道な決断をさせたのはお前ら自身だということを。何？カスガ！貴様！よくやった。優秀すぎる。強い子だな。昔から聞き分けのない子供は大嫌いだな。だがそれ以上に嫌いなのは浅はかな正義感に酔いしれた大人だ。知ってるか？ハワイじゃ毎年サメに襲われる人間が 3,4 人ほどいるんだ。少ないのか多いのか。だが今年はその数が倍以上に増えそうだ。貴
様ら全員、生きたままサメの餌にしてやる。さて、気悪いから死にたい。よし、まあ、サクッと片付けるか。隙だらけですよ。はい、毒橋一戦行きますよ。で、ダイナマイトフィーバー。かわせますかね。派手に行きましょう。はい、かっこいい。で、呼ぼう。どこしよっかな。10万ドルぐらいだったらいいか。封印状態即死。即死とかも効かないでしょ。はい、こいつだ。オウム執行妨害でショッピータル。本格的にこの人が活躍するの見たいな。なんか貫通しなかった。このアホならが。いや、かっこいい女性はいいね。あ、待て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 、乱戦で使うもんじゃねえよ。動体視力どうなってんだ。あの後ろやばいんじゃないの。ですよね。でっとんでもねえ無茶しやがるぜ。よし、あの野郎使うか。うん、俺たちの絆見せてやるよ。でっはぶっ飛べ。これでいくらぐらい入る。おー、いいね。この辺のやつ拾うとやっぱ強いのかな。拾ってみるか。はいはい。あ、こいつ物弱点か。仲間呼び。わっ、マジか。任せといて。はい、覚悟。これはどう。せいや、よし。楽に死ねると思うな。どうにか防御あれしたいんだけどな。ダイナマイトフィーバー。どうしようか。ロンドコレーザーしとくか。はい、あ、ロンドコレーザーでも仕留めきれんか。ギリギリになってんのきついな。はいはい。とりあえずあれしょ、ドワイトを仕留めれば。ええ、ガスガムか。全力でいくよ。はい、これはどう。はい、よし。即と味わえ。うわっ、あ、やばい、気絶した。そんな攻撃効かないけど。はい、よし、攻める気だ。はい、これでドワイトは終わるかな。はい、あとはザコ狩りで。任せたいね。はい、せいや。カスが私の番じゃないのよ。よし、こっちをつかめたんじゃ。よし、上昇上昇。また成長しちゃった。鍛錬の成果です。オッケー、また強くなっちまった。
安心していいぜ。悪い奴らはみんなお昼寝の時間だ。春日さん、怖かっただろう。怪我者してないか、大丈夫か。そうか、茜さんも心配して待ってる。俺たちと帰ろう。あの、どうもありがとう。お安い御用だ。ただいま。ロリ、アカネ無事だったのね。よかった、本当によかった。アカネ、ごめんね。ラニー、怖い思いをしたね。怪我はない？大丈夫、春日さんが助けてくれたから。ありがとう、一番。約束でしたから。そうか、よくやったな、春日。桐生さんとの約束ですから。あ、そうだ、ラニちゃんと電話変わります。声聞きたいでしょ。今はまだやめておこう。ラニの身が安全とは言い切れねえ以上、気持ちを緩めたくねえ。実はパレカナの隠れ信者ってのが町に溢れてて、ハワイ中が敵の庭みてえな状態です。いつラニを奪われてもおかしくない。そうか、春日、アカネさんとラニを連れて日本に戻れるか。二人にとっては日本の方がずっと安全だろう。ええ、そうなんですけど、空港や飛行機の中にも隠れ信者が潜んでるはずです。大道寺一派のセーフハウスでのやり取りが A ちゃんの内通で筒抜けになってるって考えると、もう一派の専用機も使えねえと思ってます。多分ブライスの手先が下舐めずりして待ち構えてる。確かにな。だがラニの包囲網は日に日に迫ってくるはずだ。時間との勝負だぞ。ですね。なんとか方法を考えてみます。それじゃ。聞こえてたぜ、ハワイを出るんだろ。でも簡単な話じゃないわよ。一番の言うように飛行機は使えないし。そんなら船はどうだ。日本に向かうクルーズ船とかよ。私たち以外の乗客やスタッフがいる限り同じことです。だったら富士宮家の力でプライベートジェットとか手配できないのか。無茶言わないでよ。お困りの様子だな、山井さん。一言みてえに。いや、実際あんたには一言か。釣れないな、富澤君。でも俺に日本に行く手段があるって言ったらどうするよ。何？冗談を交わしている余裕はありませんよ。怖い顔しなさんな。冗談だと思うならまあ好きにしろ。俺も無理に続ける気はねえ。話聞かせてもらえるか。おい、一番。トミーが警戒するのはわかるけどよ、俺らはもう病に助けられてんだ。話くらい聞いてもいいだろ。分かったよ。改めてその日本に行く手段ってやつ聞かせてくれねえか、病。なに、簡単だ。うちで持ってる船がある。そいつに乗せてやってもいい。船？ああ、小型の引き船だ。借金の方に取り上げたやつでな。使い道がねえから放っておいた。
だからうちのもんだってことはブライスにバレてね。それは好都合ですが、ハワイから日本まで6000キロほどあります。小型船で渡れる距離とは思えませんが。船で行くのはハワイ沖までだ。そこで訓練中の海上保安庁の航空機に便乗させてもらう。もちろん話は通ってる。海上保安庁？それに話が通ってるってどういうこと？何その話が早すぎない？説明する義理はねえ。お前らは話に乗るかどうかを決めるだけだ。いや、いるだろう。話決め…作り話にしたって舐めすぎじゃない？どうするカスガ、願ってもねえ話で。そう言うと思ったよ。ずいぶんあっさり乗ったな。あんたが言うか。どっちみち手詰まりだったんだ。キリュウさんも言ってたが、時間との勝負だしな。それに、それにあんたの言うことは結構信用してんだ。割と俺とあんたは似たもん同士だと思ってるからな。ああ、あんたも結構貧乏くじ自分で引きに行くタイプだろ。違うかい？大外れだ。俺はそんな間抜けじゃねえよ。それ残念。でもま、返事は変わらない。どうだい？明日の朝出航だ。準備はそれまでに済ませておけ。ありがとうよ。みんなもいいか。たく、勝手に話進めやがって。ほんと急いで準備しなきゃ。いつこっちに戻れるかもわからないんだし。ふん、話に乗ることには賛成なんだな。病は信用できないけど、一番の判断は信じるよ。ああ、文字通り乗りかかった船だ。とことん乗ってやら。そういうこと。ふん、頼もしい仲間ができましたね。ああ、出入国の管理とかってどうなるんだろうな、この場合。おい、船はハーバーストリートの西にある倉庫近くに停泊させてる。バレカラの目がお前らに向いてる間に、俺の方でアカネさんとラニーは船まで連れて行く。ああ、分かった。二人を頼む。もし待っても俺たちが来なかったら、後を頼めるか。ああ、ざげんな。はい、つくばってでも来い。なら、あれ、今の忘れてくれ。じゃあ明日。はい、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。